今はシャッタースピード50分の1 ND フィルター ND32F2.8 ND フィルターをどんどん回していきます。今 ND2F が 5.6 まで上がっちゃいましたね。で今 6.3 でこれをさらにまた戻します。 ND32 にすると今 F2.8 です。α7-3 のムービーモードで、レンズはタムロンの2875の F2.8 のやつですね。今焦点距離を 28mm にしてます。ND32 で F2.8、焦点距離28です。焦点距離28のまま ND を、数値を戻してきます。今 ND が2F5.6 になりました。はい、 F6.3 で ND を、また32、今 F2.8、 後ろの絞りが変わっているのが分かりますかね。ちょっと ND フィルターを回すときに一瞬白くなっちゃいますね。 F6.3 から F2.8、 まあ明るさはね後で調整できますけど、後ろの開放ポケ具合は調整できないので、はい、 F6.3。 じゃあ今度レンズをズームにして 75mm で今 F7.1 ですね。ここからND32 にすると F2.8 で ND フィルター、今後ろボケてると思うんですけど、これを ND をまた2に戻すと F6.3、 後ろが割とはっきり見えてくるかなと思います。 F6.3 からこれで F2.8 ですね。でもう一度、はい、F6.3、 7.1 あたりを行ったり来たりしてます。シャッタースピードは50分の1です。今焦点距離 75mm、 シャッタースピード50分の1 F2.8 ですね。 ND が32です。後ろちょっとボケてるかなと思います。で ND フィルターを、回していって、今 ND が2、F が 8.0 ですね。なんで後ろがはっきり見えるかなと思います。 ND フィルター回していきます。 ND が、これで32ですね。 F2.8 ND16 でも16でも 2.8 かで、 8だと 4.0 ですね。これが ND8、 これが ND32。